でよく世界の人たちから日本の建築どうしてこんな面白いのって言われるんですけど、それは日本の建築がそれだけそういう矛盾っていうものの中にさらされて、そういう矛盾の中でもがいてきたから、そのもがき方が面白かったと思うんです。でそれを今回の企画の中でぜひそのもがきの渦の中にいて戦った建築家たちの肉声を通じて、その日本建築の面白さを感じ取ってもらいたいと思いますね。